どうもみなさん、ティンクでございます。アンダーウッディサウルスウルルの身体測定動画35ヶ月目ですね。やっていきたいなと思います。はい、じゃあ早速入れていきますよ。ほい、よいしょ。 20.3 いいっすね。全然変わってない素晴らしいね。ここまで変わらないことはあるのかというぐらい変わってませんけれども、まあ予想の範疇です。はい。正直なこと言えば。まあまあそんなもんだろうなと思っておりましたんで、まあなんでそんな風に思ってたかとか、そういったところら辺をちょこちょことお話ししていけたらなと思います。はい。じゃあちょっといつもみたいに見やすいアングルにちょっとね、変更したいなと思いますんで、少々お待ちください。アングル変えます。ほい。ということでね、アングル戻しました。いやー、うるる見てもらったらわかるんですけど、ちょっとね、レイアウトが変わってたんで、それでさっきね、ちょっと、ね、多分暗かったと思います。申し訳ないですね。ちょっと部屋のレイアウト変えまして、その影響で、ライトとの位置関係が変わっちゃったんで、若干暗かったかもしれないですね。ちょっとそれに関しては申し訳なかったです。ちょっと、頑張ります。調整頑張ります。あと最近スマホで撮ってたからか知らんけど、なんかめっちゃピントが合わへん。ピントがね、超絶迷子ですけどね。あ、OK でございました。やっぱ動く被写体に対してピントを合わせる能力は、スマホの方が若干高いかなというふうに思いますね。画質的な面はね、この間見てる感じからいくと、まだ一眼の方が、コンデジの方がね、勝ってるかなって。一眼じゃないですね。コンパクトデジカメですね。コンデジの方が勝ってるかなという感じはしますけども、オートフォーカスの速度は圧倒的にスマホの方が速いので、ウルルとかをこういうアングルで撮るときはスマホの方が、利便性は高いかもしれないですね。まあちょっとその辺で、ね、試行錯誤しながらって感じかもしれません。後ろになんか一枚、パーって引くとね、後ろに、フォーカス合わなくていいんかもしれませんね。ちょっと、どこにピント合わせるかっていうのはね、この新しい、配置やと考える必要が出てきてるのかなというふうに思います。はい。一応この辺でいいっすか？この辺だと合ってんのかな？ちょっと合ってない。まあもうちょこまごま動かすと逆にね、酔っちゃいますから難しいんでね、この辺にしておきましょうか。ウルルはね、脱皮してそんなに日が経ってませんので、多分結構色合いは綺麗だと思います。ちょっと若干暗めですが、綺麗な方の色合いだとは思いますね、今。うん。今回も不全なく、綺麗に脱皮しました。結局ね、ゼオライトのせいでこう脱皮不全になってたみたいな、まあ多分ね、それ自体はあったと思うんです。まず嘘ではなかったんですけど、なんて言いますかね、十分回避できるレベルっていう感じかなというふうに個人的には結論付けたいなと思っております。まあ、たちまちウルルのね、床材変えましたっていう動画も、完結させようと思ってますんで、今月のうちに。なので、そこでの結論もまあそういったものになるかなというふうに思いますね。ゼオライトでそういう傾向があったみたいだけど、十分回避できましたよという感じにはなると思います。今多分我が家でいろいろなね、蛇だったりクモだったりとかタランジュラだったりとかいろいろ飼ってますけれども、ヒョウモトアゲモドキだったりとか、多分今一番安定してる子って誰ですかって言われると、自分はウルルの名前を挙げると思います。まあ、他にも手がかかってないという視点で言えば、いっぱいいるんですけれども、安定しているっていう観点で言うと、この子が一番安定しています。給餌の感覚が本当にずれてない。っていうか、むしろもうちょっと欲しがってるぐらいなとこがあるんで、一定の、感覚できちっと餌を食べさせてるっていう点で言えば、本当にこの子がまさにそれですね。他の子たちは、その安定してるって言っても、やっぱりその給餌の感覚がね、ちょっとずれてたりするんで、毎回同じタイミング、同じ時にあげてるっていうわけじゃなかったりするんですよ。という観点からいくと、やっぱ、アンダーウッディサウルスのウルルに関しては、かなり、一定の感覚、安定した感覚で与えることができていて、まあ一番、ブレが少ない。世話に対する。という感じはしております。はい。まあ、それがまあ、体重にも綺麗に出てきてるのかなというふうには思ったりしますけどね。うん。今回の 20.3g っていうのはまあ、ほぼ変化なし。しかも今回 20.3 っていうのは、測りがちゃんと 0.1 刻みの時で、動いてますんで、まあ、それがよく出てるんじゃないかなというふうには思いますね。うん。餌に対して、まあ、ウルルこの子導入した頃はね、ちょこちょこちょっとこう、どうやって食べさせるかみたいなことの悩みはありまして、きっちり食べさせるようになるまで時間かかりましたけれども、まあ、今となってはという感じがします。まあ、アダルト食べられるんでね、本当にスッとあげられるんで楽ちんやなと思ってますね。まあ、現にレッドローチも今、アダルト山盛り、いますんで。餌には全然困ってないというところでございます。まあ、どうやったらうまく食べさせられますかねって、昔はね、ポイって入れてたりしましたけど、今はもうピンセットで確実に、食べさせるという方式でもう安定してるので、これ自体はもう楽ちんですね。全然こっち見てくれないですね。
もうちょっとなんかこっち見るかなと思ったら、今日はなんか向こうに行きたい気分なのかもしれないですね。うん。ずっと後頭部だけ映ってるんやけど。チャームポイントの目が全然映らないっていうね。うん、悲しいですね。ね、やっぱアヌティサルスはね、このね、垂れ目って言いますか、ちょっとね、大きい垂れ目みたいな目がやっぱ特徴ですし、そこが可愛いポイントだと思いますんで、ちょっとそこを映せてないのはなんと申し訳ないところでありますけどね。で、さっきちょっとね、話ちょろっと出しましたけれども、トコザイの動画、いよいよ一つにまとめようかなと思っております。今月撮って、それを一応、まあ前編はもうね、だいぶ昔に撮ってありますんで、後編として撮って、後編繋げたやつで一本として、アップロードさせていただけたらなと思っております。まあそれに際してね、新しいトコザイに挑戦できたらなと思ってますが、まあいつも言ってるようにですね、あんまりちょっと面白いトコザイがなくてですね、もうちょっと粘ってトーレプまで待つかっていう気持ちも泣きにしもあらずなんですよ。まあただやっぱりまあ結構長いこと使ってますんで、まあトーレプで面白いなったらさらにその次っていうのを見据えてね、ちょっとだいぶ先になるんですけど、もう見据えた購入にして、まあ今回はもう一回区切ろうと思います、今月で。うん。今月で今の床材は、きっちり区切らさせていただけたらなと思っております。なんで他の生態たちポンポンってあげて、ウルルの後は、ビノ行って、つくね行って、んで、コミヤとかゴマ行ってね。で、それでまあ身体測定系の動画は終わるわけですけども、その後にね、ちょっと上げさせていただけたらなというふうには思ってます。今予定としてはそういうふうに、動画の予定を組んでますんで、ようやく上がると思っていただけたらなと思います。もうウルルに関して言うともう一個詰まってなんですね。ウルルの給仕動画載せますわっつって載ってないんですよね。ちょっとそれもね、また撮りたいので。今回ね、そのアングルが変わったことで、アングルとかその部屋のレイアウトちょっと変わったんで、その影響で多分ウルルは、給仕映しやすくなったので、かなり撮影しやすくなりましたんで、いい絵が撮れるんじゃないかなとは思ってます。まだちょっとトライはしておりませんけれども、多分いいのが撮れると思いますんで、ちょっとそれがね、実現できるように頑張りたいなと思います。まあ、コンデジを使うって手もありますけども、この間からちょっと試しております。スマホね、最近のスマホかなり綺麗になりましたんで、その辺で、オートフォーカスの速さがやっぱりいいなと思いますんで、うまく使うことで、今までよりも、どんくさい私でもね、綺麗に給仕のシーンっていうのを収めることができるんじゃないかなと思っております。はい。ちょっと臨機応変に使い分けていきたいなって感じはしますけどね。うん。いや、もう今回ので分かりました。ウルルのこのアングルで撮るのは、スマホの方が適してると。いうことですね。ああ、そういうことなんですよね。このアングルでこうやって撮るのには、スマホで撮った方が撮りやすいと、いうことはよく分かりましたね。本当にね、オートフォーカスに関してはこのカメラいいカメラなんですけど、オートフォーカスに関してはもう全然点でダメですね。遅いなって感じしますな。贅沢な悩みなんかもしれませんけれども、ここまでもう5年ぐらい頑張ってくれてると思えば、ね、いいカメラなんかもしれませんが、すいません、ちょっと手が当たっちゃいました。ごめんなさい、ちょっと手がね、パツって当たっちゃいましたけどね。今度は急にこっち、今回めっちゃ動きますね、今日なんかね。うん、なんでこんな動くのかわかんない。ちょっとお腹空いてるんかもしれませんけどね。一応餌は明日なんですけどね。まあ、2日に1回ぐらい与えてるんですけど、1週間で7日ですから、やっぱどっかでね、ずれるじゃないですか。で、まあ、大体あげる日、ちょっと2回続けるとこはできるようにはしてるんですけども、だから2日に1回あげてて、日曜日もう一回あげるかなっていう感じになってるんですけど、ちょっと、今週ね、ブログとかちょっと書いてましたけど、飲み会があった日、俺ちょっと体調、もう、ぶち抜きに崩してて。その日の夜ちょっと世話できなかったんで、そこでちょっと食べさせてあげられなかったんで、その分ちょっとずれちゃいました。うん。なんで、また明日の月曜日からね、きっちりこう、明日月曜日なんですよ。今日は日曜日撮ってますんで、明日の月曜日からちょっと、きっちりね、また、2日に1回のペースに戻すんで、まあそこからっていう感じはしますね。うん。だからもしかしたらちょっといつもよりお腹空いてるかもしれません。うん。それでもすごいアグレッシブ。あのね、その、レイアウト変えた時に、変化してない子と変化してる子がいるんですけど、変化してない子が、まあ、マルスとかつくねなんですけど、変化した子はもうそれ以外の子ほぼ全員変化したんですけど、一番変わったのは多分ウルルなんですよ。で、変わった影響がなんか多分出てたのかな。ウルルのその生活してる帯域っていうのがすごく変わって、結構まあ、位置が高くなったんですよ。ウルルのケージの位置が。今までよりも、だいぶ高くなったかな。上の方になったんですけど、いつもそのシェルターの奥の方に、ね、いてたのが、なんか知んないですけど、すごい手前の方に来てて、シェルターの奥に全然行かなくなっちゃったんです。で、あらーと思って、暑いんかなと思って、床にね、一応パネルヒーターとかやってるから、そういう位置とか調節してたんですけど、ずっとなんか手前の方にいて、なんなんやろなと思って。なんかその、レイアウトが変わったことで、中の、ケージの中のレイアウトは変えてないはずなのに、なんか、ちょっとその、ね、全体の、
ね、見える景色が変わったことで、今自分のいるシェルターの中っていうのは、今までいたシェルターと別のものやっていう認識になったのかなとか思ったりしたんですけど、真相はわかんないですけどね。今はね、また、あのシェルターの奥まで潜るようになりました。だからちょっとそういうのはあるんじゃねえかなと思って、全体の景色が変わったから、あ、これ俺が知ってるとこじゃねえみたいないう風に勘違いしちゃったんかなみたいな思ったんですけどね。本人に聞いてみないんでわかんないんですけどそういうところで敏感に感じ取ってんだとすごいなと思いますけどね。ケージの中だって変わってないのにね。他の子にそんなにね、別に全然ね、様子はなかったですよ。ホロンもおれば、もういつも通り過ごしてますんで、あれなんですけど、ウルルだけちょっと、動きが違うなというふうに、最初の方は思いましたね。ちょっと正直心配でしたけど。うん、まあ今なんともなさそうなんで、とりあえずは、生還しております。まあ一番今、一番安定感があることということでね。まあ今後も安定感があってくれるといいなと思います。来月いよいよ迎えてから丸3年になりますね。ということですんで、まあ寿命的に私が最初アンダーウッディサウルスを飼う前に調べてた感じからいくと寿命の折り返し地点と言っても過言ではないぐらいの年齢になってくるのかなと思いますんで、ちょっとね、今後気をつけていきたい子ではありますね。はい。ではまあ10分ぐらい経ちましたんで、今回はこれにて終わらせていただこうかなと思います。見ていただいてありがとうございました。まあ、ではまたね、来月の身体測定動画とか、あるいは別の動画にてお会いいたしましょう。お疲れ様です。